仙台虫食いは、長江スズメ木虫食いムシクイ属に分類される、鳥類。インドネシア、カンボジア、シンガポール、大王国、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、ロシア東部中華人民共和国北東部、日本、ロシア南東部、朝鮮半島で繁殖し、 冬季になると、マレー半島、ジャワ島、スマトラ島などの東南アジアで越冬する。日本には繁殖のため、九州以北に飛来する。虫食い類は種ごとの外部形態の差が極めて小さく、鳴き声を別にすれば、野外識別の難しいグループである。本種は全長12.5センチメートル。上面は淡い緑褐色で覆われる。下面は白い羽毛で覆われ。 体側面から腹部にかけての羽毛は、黄色や緑褐色味を帯びる。くちばしの基部から正中線を通り後頭部へ続く、筋状の反紋は、不明瞭なタンパク色で、頭汚染が後頭にしかない個体もいる。目上部にある、眉状の反紋は、炭鉱色で明瞭。大雨服には、炭鉱色の反紋が入る。上くちばしの色彩は、黒褐色で、 下口橋の色彩はオレンジ色。孔子の色彩は褐色。以前は P オクシパトリスに対応したワミオが仙台虫食いだった。しかし分布域頭部のアシュ仙台虫食いが独立種とされたため、現在は P コーノタスに対応したワミオが仙台虫食いとされている。落葉紅葉樹林に生息する。群れは形成せず単独化ペアで生活する。植生は 動物食で、昆虫、節足動物などを食べる。樹上を徘徊しながら、この葉の裏にいる獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。植物の根元に枯葉などを集めた球状の巣を作り、5から6月に1回に4から6個の卵を産む。放卵期間は13から16日。ひなは、孵化してから約14日で巣立つ。筒取りに、拓卵の対象とされることもある。 さえずりを日本語に置き換えた表現として、焼酎一杯食い、鶴千代くんがある。ありがとうございます。